カピバラ露天風呂には12頭のカピバラの家族が暮らしています。セタマルはみんなのお父さんでとても優しい性格をしています。ユヤは走るのが好きでよく展示場を走っています。アワはやんちゃでいつも走り回っています。チーニはご飯が大好きでいつもご飯を食べています。ベニテンはマイペースでいつもお昼寝をしています。トリュフは子育てが上手でいつも子供の面倒を見ています。ヨタケは水が怖いのかいつも恐る恐る水に入っています。カピバラに囲まれて仕事をするととても楽しく仕事ができます。